あとはあの正月にあの餅食いすぎて喉を詰まらせて死んじゃうとかそういう未踏なおうさしなければ命大だなとかなるだろう。はいれ、はいはいえー、ということで、えー、あちょっともうちょっっと待ってデータ事故あんだよ、あのー、例の A 作文なんだけどやっぱりドコモの人どんどんバウンスして帰ってくるのね。 であのー、まだメールが来てないもう問題も配っているんだけどまだ問題が来ていないという人は多分どこの人だと思うのであのドメインして外してください完全に解除してそしてもう1回ドメインして外したからもう1回送ってとまだ来ないよというメールをくださいあの例の,あの前のアドレスへ、えー、今週中、それ待ってますから、えー、そしたらすぐに送りますから、えー、そういうふうにしてくださいということでしたはいということで、えー、2学期の藤浦はおしまいです。えーまあ、だかね ねまあセ,ンあね、センター試験の前のあとに1回ずつさ果たしてくるんでしょうかね。試験の前週ななんて誰も来ないですよね,ね <laughs> でも、センター試験の翌週は誰も顔出せなかったら卓球、ね、やばいでしょう。でもね、あの三学期もね、なるたけ来たほうがいいですよ。まあ、これはあ,のあまりその時間がないので余計なこと言えないんですけどえでも、えー、あえて一つだけ言っておくとね、やっぱりその今から2月のおしまいまでずっとうちにいるってのは3か月卓浪してるのとかありませんからね。で、その間にせっかく出来上がりかかったものがばらばらになってしまう人、よくいるんですよ。 でだからまあなるたけ別に授業出ろとは、その授業っての、公費講習を取るとかね、そういうこと言ってるわけじゃないんですけど、えー、でもせめて三学期の授業はあるんだし、なるたけそうやって予備校に来て、リズムを作ったまんまで試験に入ってた方が、えー、結局、成果上がってるやつが多いと僕は思うんです、まあ、これはあくまでも個人的意見ですから、えー、決めるのは決めたしですねまね、まあ、そういうことなので、まあ、なるたけ三学期もまあ顔を拝見したいと思ってます、まあそういうことで頑張ってやってい,ってください、はい、そうい。うことででご苦労さんでした,、また